ぱい投げてください。そうできるかな。後ろ止まってない。後ろ、あ、確かに止めれる。帽子のクソ強くない、ほんまに。嘘、よいしょ。まあいいや、カバン、カバン、カバンこっちの方がいいですね。ではでは、ピアノ弾きたいと思います。止めて止めて、いや止めれません。はい、映らないですか。うん、後ろのボタンを止めるの忘れておりました。よいしょ。止まらない。ワンカウントしよう。ありがとうございます。何弾くの。ですね、私は唯一弾ける曲がですね、もうだいぶ弾けなくなったんですけど、ほら鳴らないのここ。まあでも弾かせていただきますね。皆さん知ってるかな、エリーゼのためにという曲をね、ちょっと弾きたいなと思います。弾けるかな、弾けるんだって、弾けるんですけど、ちょっと弾きますね。行かせてください。違いました。いや悔しいな。あ、なん
か間違えるな、ここなんかさっきまで頑張って弾けてたのに皆さんの前と思うと緊張しますね、やっぱり。はい、ありがとうございます、聞いていただきました嬉しい。そうキャンプの時も演奏したんですけど、あの時もめっちゃ 1,2 年ぶりとかでめっちゃ練習した。あの時こそ、あの時も寝てなかった、深夜の3時でヘッドホンしてピアノ弾いてたそうそうそう。あとはねもうこれしか弾けない。これ聞いたら全然音出ないの分かんなこんな感じです。わあ、タコさんもありがとう、コピーハートもキュンです、ありがとうございますいや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 、こんな感じ。もっとねいろいろ弾けたんですけど、もう弾けなくなっちゃったね。なんだっけな、弾いてたんですけどもう弾けませんねそうなの、もう電子ピアノを買って15年ぐらい経つから、もう音が本当に故障しててもう全然弾いてないからね、ちょっとまた調節してまた皆さんの前で弾きたいなと思いますね。あ、なんだって、タクパパさん、クマタワーありがとうございます。クマ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 、タクパパさん、クマありがとうございます。クマです、皆さんからいただいたクマです、ありがとうございます。いやいやいや、トーストがまた食べたくなる感じ。そうこの曲弾けたらピアノ界ではなんかなんだろう、あピアノ習ってたんだなっていう、恋のワルツはねそういう曲なんですよ。難しいのこれ、すごく。合唱とかはね3年間ずっと合唱の伴奏してました。であの NNB の方でもバチバチキャンプで一回伴奏しました、うん、はい、こんな感じです。今日でね幼稚園児も皆さん見納めですかね。幕司会で、あお話し会で今日どこかの部でやるかもしれないけど、ちょっとね一番最初の部からやりたいんですけども、本当に最初の部は着替えるより刃先に配信始めたいっていう感じなので、まあ35分までに着替えれたら着替えますね。そうバチバチでやってました。そうです、今日はついに卒園ということで、今日ね見納めです。もうよく来ましたこれ、まあいつかまたねショーパンの人はちゃんと体操服履いてます、体操服着てますこんな格好で行ったらさすがに電車の中とかで捕まりますね。はい卒園式ね、確かにいつかしよう、いつかします。はい、皆さんこんな感じでした。とか言いません、いつも先生もう昔保育園の先生になりたかったからね、ピアノはやっとかないとなっていうことでやってたんですけど、めちゃめちゃピアノ嫌いで私めちゃめちゃ嫌いで絶対練習したことなかったんですけど、まあ、そんな人でもここまで弾けるようになるという感じですかね。あと4、あちょっと4分ですね。いや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 、いけないよさすがに。名札はラビです、ラビです、出口ラビ。5歳、この度5歳ですが卒園します本日をもちまして卒園しますはい、あ、そうそう、じゃあランキングを読ませていただきますね。
4位になった。うわー嬉しいです、ありがとうございます。皆さん嬉しい、嫌です。またいつか現れますので楽しみにしててください。13位しずまる、ありがとうしずまる。12位ルーク、ルークさんありがとう、嬉しい。わわなんでやねん。11位カピオカピも、クマさんもありがとうね、ありがとうカピ。10位大ちゃん、大ちゃんもありがとう、イエーイ大ちゃん。9位ボスさん、ボスさんもありがとうございます、見に来てくださって。8位がコロマンさん、ワン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 、パルにクマパーンと壊されたかもしれない、ありがとうコロマンさん。7位かなた、かなたありがとう、嬉しいです、ありがとう。6位がアキラさん、アキラさんも来てくれてありがとう、嬉しい。どこどこだ。5位デコポン、ポン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 、デコポンポン。ちょっと決まりかけまり、ごめんなさい。ありがとうデコポン。4位がハマノン、あれハマノン言ってなかったさっき。あ、4位がハマノン、ありがとうハマノン。あれ私ハマノン言わなかったっけ。そして3位がポッポ、ポッ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 。いやこのお絵かきも本日で最後か、悲しいね、なんかそう考えたら悲しくなっちゃう。ポッポありがとうポッポ、嬉しいです、ありがとうポッポ。そして2位が元気くん、元気くん元気くん元気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 くん、めっちゃ笑って元気もりもりにしとかないとね。元気くんありがとう、元気くんイエーイ、元気くんありがとうございます、2位ありがとうございます。そして1位はパパ、タクパパ、パパパパ。じゃあパパはクマさんをプレゼントしてくださったのでクマさん変えときます。あ、髪の毛前髪多すぎた。どういうこと。パパ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 ありがとう。ちょっと前髪が目にかかりそうですが、ありがとうパパ、ありがとうございます。たくパパさん、くまさんもありがとうございます、イエーイ。今日もね、あのお話し会前の16時半ぐらいにまた優香がもしかしたら来てくれるかもしれないので、あのまたそのそれもお願いします。次はですね、あと1分で10時5分からあやさんに電話をしたいと思いますので、ぜひそちらも見てください。珍しく、まあ、お料理本とかでね、実は意外と裏で喋ってるというあれがあるので、ぜひ見に来てください。ブルブルブルっとします、楽しみにして、イエーイ、ぜひ皆さん、はい、ワク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 、私もワクワク。でもあやさんと電話したことなんかどんな感じになるかわかんないけど、ありがとうございます。またぜひ、次は10時5分に会いましょう皆さん。ではでは、あと20秒ぐらい、本当に4位ありがとうございます。このまま次は3位2位といけるように頑張ります。ではでは、よいしょ、あと14秒、楽しみにしててください。あ、新しいコラボレーションが生まれるかも。では皆さん、次もまた会いましょう。またね、ピアノ聴いてくださりありがとうございました。またね。